こんにちは、チョメです。今日の時刻は2017年2月10日20時14分です。では続きをやっていきます。今日はね、こちらの方をやっていきます。2番目が石、石が気になるから石を言ってみようかな、はい、お、石があります。あ、これはもしかして宝箱に入れる感じ、あれ違うか、石は重くて一つだけ、ほうほう、だから宝箱に入れる感じか。お、こんな感じに進んでいくんですね。お、あ、なるほど、どちらかしか開けれないってことか。これで、これってこっちの方がいいよね。黄色い鍵、お、ここでも手に入った。こっちだと宝箱も手に入るからね。あ、進めない進めないじゃないか。え、どうすんだろうこれ、取れる、ここから。あ、取り戻せるね。あ、一つしか持てないってことね。そういうことか。うまくできてますねこれ。よいしょ、あ、ここの世界がいいな。石を拾って、どっちがいいんだろうこれ。こっちにしてみよう。あった、宝箱、こっちで正解だったね。で、ここの石も持っていこう。そしたらどんどんいけるでしょ。こっちを取って、こうやっていって、あ、なんかひびが生えてる上、これなんだろう。よし、クリアかなこれで。あ、石の証で、ここ行く感じね。この一応1階のやつはもう全部クリアしてみよう。赤い鍵はないんだよねまだ。じゃあ次こっちの浮遊帯に行く。おお、あ、だからジャンプのやつを左の方で手に入れてこっちをやるってことね。ほい、この音いいね。なんだろう、あの飛んでるの。あ、これ落ちる。あ、お、お面白いこれ。あ、こっちが本当の位置に、あれ飛べない。あ、なるほど、この網がないと、なんて言うんだろう、いけない感じだ。網が先にないとね、だからこっちからはいけないっていうこと。網、着地がね、網って感じ。こんな感じでいきますね。左が気になる。これって何なんだろう、何も関係ないか。お、あった。でもやっぱこういうのってさ、隅々まで調べたくなっちゃうんだよね私。ちょっと右上が気になるんだけど、どうなってるか。これ多分ゴールだよね。うん。あ、お、証。で、これさ、右上もちょっと調べてみます。今日結構サクサクプレイだね。個人的にだけど。何も予習とかしてないですよ。ちょっといいことがあったんだよね、今日。お、何、誰かいる。この人さ、多分、カレーじゃないの？黄色っぽいから、カレーライス。あ、よかった、当たった。歌は好きだよ。演奏の方が好き。いや、好き好き。他者は幸せ。今日は幸福の日曜日。お、何？何もなかった。占いか、ただの。これ一応、行くか。こっち、ついでに。あ、道間違えた。こっちだった。今日ね、あれ道が分かんなくなっちゃった。戻るか。箱を使って。はい。ちょっとたまには開けるか。昔の友人と連絡がついたんだよね。で、今度ちょっとね、会うことになったからね、会うことになったってか、まだ約束はしてないな。なる予定だから、結構嬉しい。あれ
え、これ2階の方に行けないって感じ？こっからだと。え、え、マジか。行かないといけないんだ。じゃあどっかから、あー戻るんじゃなかったな。じゃあ、あ、ここ大変だ。宝箱がどこが一番簡単なんだろう。いや石かな、石が一番簡単だろう。ショートカットを割ったらいいんだけど、あの赤い扉が気になるけど。だから戻ったらダメだって感じ。あーこれダメだ、ちょっと時間がかかっちゃう。これはこっちでいいよね。本当はここもカット。あーあそこの石もいるのか。マジか。そう、まあ確かにそうだよな。冷静に考えたらこの石取らないと無理だもんな。そっか、あとあのどっちにし宝箱を取らないといけなかったんだね。まあ本来はここはねカットするのが当たり前なんだよ、ゲーム実況としては。まあ私底辺実況者だからあれだけど、言っても説得力ないけどね。こんなんさっきやったやつをさ見せられても面白くないと思うんだ。でも私はねありのままの自分をね編集がめんどくさいってわけじゃないよ、ありのままの自分のプレイをね見せたいっていうのがあるからね。この超絵のゲームではね編集はしませんよ。別の名前でやったりとかするときは、おお戻っちゃダメは、ちゃんと編集とか綺麗にするけどね。え、何これ、この先はさらなる難問。病気なんだよ私は。よし、出るか。ろうそくの部屋、悪魔の部屋行こう。はい、悪魔の部屋スイッチを押して色を作るのよ。ほうほうほう、色を作る。あ、なんかちょっと待って、なんかトグロになったぞ。色を作るってどういうこと。黄色はこれか、赤と緑でできるってことか、そういうことか。これ忘れてたわ、美術の時間じゃないか。これはだから青だったら青が開く。あれどういうことか。あれ赤開いた。赤で青、そんな感じ。あ、これ紫か、なるほど。こうか適当なんだけどね。緑、上も気になるけど、赤、あ、でも赤と緑で、ちょっと待てよ、今赤と緑で黄色ってことか。よくできてるねこれ。ちょっと待って、ちょっと左上に宝箱あるよ、気になるよ。これだからこっちか、赤だけやって、ほい、これが青か。お、お、じゃあこうか、こうか、え、違う、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ出れなくなっちゃった。こうか、え、難しいなこれ、宝箱を取るだけなのに。どうやって取るんだろう、あれ難しいな。こうなるか、あ、開いた、で、こうか、はい、へえ。あ、魔女の飛躍、なんだこれ。あ、これでいいんじゃないかな、病気を治す感じ。と一回ちょっと出たいな、ちょっとわからなくなっちゃったから、一回出てから元に戻りしたいんだよこれ。一回出て右に行った方が多分いいと思う、こんな感じに。多分スムーズこっちだから、ほら開いた、黄色い鍵。お、もう一個いける。あれ、あ、どういうことだ、こっちで、あ、上の青を開けるためにやればいいのか。次青はどれだ、青を開けないと、これだったら、これもだ、紫か、右上の
青色にしてなんだけど、これ上から見るとかな、多分ここか、でここでこっちか、でこっちでこれでこうか、でここで赤で紫と、よーし、魔女の私を手に入れた、よーし、これで、あ、一回戻りますかしなるか、一旦、お、ネンディだねこれ、でも、でも一回からこっちに来るのはなかったんだけど、あ、これが、あれか、じゃあ今回ここで終わるか、緑の鍵あるっけ、ないような気がする、買わないといけないのかな、ちょっと、あ、開けてみようか、なかった。じゃあ次回やります。最後まで見てくれてありがとうございました。チョイでした。じゃあね、バイバーイ。